皆さんこんにちは、デンノコ天使チャンネルのデンノコです。今回はいよいよワノ国編がね完結して1ヶ月の救済期間を経てワンピース最終章の開幕についてのお話をしていこうと思います。まあ、本チャンネルではねワンピースの話するの初めてなんですけど、もちろん好きで読んでます。で、2022年ね7月22日に新聞広告にワンピースに関する重要なカットがあると話題になっています。まあ、公式でねツイートされていて、かなり厳重な警告もされております。それがこれです。ワンピース連載25周年記念日に際し、本日の朝日新聞、読売新聞の朝刊に今後の原作内容に関わる広告が掲載されます。十分ご注意の上お買い上げいただくほか、写真やスクショ等による SNS 投稿についてはご配慮いただけますと幸いです。というね、こちらの方がツイートされていました。ついついね、こう SNS で探してしまいますが、画像によるネタバレや掲載は NG となっているので見れなかったのでね、実際にコンビニに買いに行きました。正直ね、本筋の大きなネタバレをするのか思いドキドキして購入しましたが、あくまでこれから始まる最終章の幕開けをね意味する内容でした。ですがある意味重いというか、もうついに動き出すのかという感じでしたね。今回ね、もちろんその新聞広告については掲載できませんが、内容について触れていこうと思います。ぜひもし見られた方とか、今後最終章について気になる点などあればコメントいただけると嬉しいです。デンノコ天使チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーやチェンソーマンなどジャンププラス関係を中心に動画投稿を行っております。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、今後も頑張りますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。画像についてね、詳細を知りたくないとか自分で見たいという方はまあご注意ください。今回の新聞広告は1枚ぎっしりのコマとなっていました。カット数としては5コマでしたね。お酒を継ぐ手でシャンクスとベックマンがテーブルに座っている様子、酒を注いだベックマン、その酒を口にしてベックマンにそろそろ取りに行くぞとシャンクスが告げます。最後にその言葉を聞くベックマンの何とも言えない無表情で締めくくられます。これが今回掲載された新聞の5コマとなっています。まあ、赤ひげ海賊団の船長と副船長の一瞬のやり取りが描かれていました。そしてね、最終章解禁となり連載再開となりますという内容が書かれています。あとはね、ワンピース25周年を記念して1巻から60巻までの冒険中に描かれたたくさんの顔が詰まったオンライン画写というのが登場しています。その告知がサイドにあります。そして右下にね、7月25日発売の週刊少年ジャンプ34号の表紙が描かれています。これが今回の新聞広告の全てとなります。まあ、言葉で説明すると大したことない印象ですが、ぜひとも新聞広告で見てもらいたいです。あ、なんか最終章来たなという感じと、新聞紙自体がね、覇王色の覇気をまとっている、そんな感じです。あと補足なんですが、フィルムレッドの映画公開がまあ間もなくとか、もう少し先ですけれどもあります。それをねご覧になる皆様に対して、ネタバレのない範囲での SNS 投稿をお願いしますという感じでね、ツイートされていました。まあ、みんなで気持ちよくフィルムレッドを楽しむためご協力をお願いしますという感じですね。まあ、この辺ネタバレに関してはかなりね重要にこう忠告されているという感じです。フィルムレッドもね非常に楽しみなんで、また動画にできたらと思っています。はい、では今回こちらね、新聞広告がワンピースで非常に話題になっているというお話をしていきました。他にもね、ワンピース連載25周年記念ムービーというのも公式の YouTube チャンネルで公開されていて、めちゃめちゃ鳥肌立つものなのでおすすめとなっております。なので25周年かなりワンピースは最終章向けてカラーに盛り上がりそうですね。ぜひ皆さんの25周年に関する感想などコメントでお待ちしております。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さよなら。